女優で歌手の森昌子さんと結婚したことでも有名な歌手森進一さん。3人の息子がおり、長男は万能 NEOKOCKDAK さん、三男は MYFIRSTSTORY の HIRO さんでボーカルとして活躍中です。今回は森進一さんの次男がジャニーズに行かなかった件、また歌がうまい評判や学歴についてお伝えしていきます。この番組では芸能人の気になるニュースを紹介しています。動画内では著作権の都合上本人の画像を掲載しておりません。実際の画像が気になる方は概要欄のアスネタ元記事をぜひご覧ください。第1章、森進一、次男だけはジャニーズ行かず会社員。森進一さんの次男は森内智博さんといい、テレビ東京で勤務する会社員でした。長男と三男はジャニーズに入りましたが、唯一次男は一般人の道に進んだようですね。局では正社員としてディレクターを補佐する AD をしていました。2012年8月、トンネルズとテレビ東京50周年を記念するバラエティ番組、晴れ晴れトンネルズ略してテレトンがテレビ東京の局内に直撃。その際、次男は新人 AD として顔出しありで対応をしています。商談スペースの椅子に腰掛けたトンネルズに次男がお茶を出すと、石橋さんに芸人のジョイマンみたいだなと早速いじられてしまいます。謙虚ながらもノリの良さを小出しにする次男に、番組は和やかな雰囲気に、モノマネを要求されるとおふくろさんを披露する対応力を見せています。また母親である森昌子さんの得意料理を聞かれると、作ってもらったことがあまりありませんとジョーク混じりの自虐回答も、 AD ながら会場から笑いを取り、お笑いセンスを持ち合わせている様子でした。長男の TAKA さんや末っ子の HIRO さんと違って、次男はおとなしくて控えめな印象が見受けられます。テレビ業界の厳しい上下関係の中で揉まれながらも、新人として愛される素質もある様子。しかし2020年頃、テレビ東京を退社してしまいます。というのも、次男と見られる Facebook にはテレビ東京が以前の会社として記載されているのです。また、携わっていた所さんの学校では教えてくれないそこんところのエンドロールからも同時期名前が消えています。次男は森進一さんによるコネ入社の噂もあったので、会社の居心地の悪さがあったのかもしれませんね。森さんはテレビ東京の演歌の花道の出演など、音楽番組のキーマンであった多部局との太いパイプを持っていました。あるいはテレビ局の仕事が過酷すぎたことも考えられます。AD は局で働く際一番初めに通るポジションで、ディレクターや番組制作を補助する仕事です。情報収集から連絡調整、機材準備、ロケ当日の弁当手配など多くの仕事をこなさなければいけません。現場の状態を目の当たりにし、より割の良い仕事に切り替えたのでしょう。在籍期間を推測すると、晴れ晴れトンネルズ略してテレトンの放送は2012年なので同年頃入社しているはずです。次男が退社したのは2020年頃なので、新卒から8年間働いていたと考えられます。8年もいればディレクター昇格していたはずなので、耐えられず辞めたというより過酷な生活に違和感を感じ見切りをつけた可能性が高いです。また2015年に結婚もしているので、家庭生活を考慮した判断でもあるでしょう。第2章、森進一の次男は兄弟で一番歌うまいと評判。音楽一家の森家では、次男が一番歌がうまいと評価されています。これまで森家の家族3人が同一のコメントをしているので間違いないでしょう。徹子の部屋では森進一さんは、次男が一番うまいと発言。また長男の TAKA さんは、RADWIMPS とのラジオトークで、いつから歌がうまいと自覚したかと聞かれると、うちは次男もすごかったからとコメント。三男の HIRO さんも YouTuber ヒカルさんに声を褒められると、実は次男が一番歌がうまいと返しています。演歌界の大御所と人気ロックバンドのボーカルにうまいと言われるのですから、次男にも歌の才能があったようですね。ちなみに母親である森昌子さんからのコメントは見つかっていません。庄司さんは次男の結婚式にも参加しておらず、あまり関与がないようです。二
夫婦が離婚した際、次男は三男と共に森進一さんに引き取られたことが要因かもしれませんね。兄弟で一番うまいとされる次男の歌声をぜひとも聞いてみたいものですが、残念ながら音声の情報は見つかりませんでした。TAKA さんも HIRO さんもハスキーボイスで高値が出ますから、次男後に多種類の性質と思われます。しかし音楽家の森下で、一番歌がうまい次男だけ一般人とは、なんとも不思議ですね。長男と三男はまずジャニーズに入って、芸能界で経験を積んでから歌手になっています。ところが次男はジャニーズに行かず、真面目に大学に進学したのでした。次男だけ兄弟二人に顔が似ていないことから、容姿に自信がなかったのかもしれませんね。また森進一さん曰く、次男だけはサラリーマンとして生活できるとのこと。次男は歌以外で生きていける資質があったために、あえて歌手になろうとは思わなかったのでしょう。歌手として多忙により、離婚している両親を冷静に見ていたことも影響があったと考えられます。第3章、森進一の次男は兄弟で唯一高学歴。次男は歌が上手いだけではなく、エリートな学歴も持っています。慶応義塾幼稚舎を出て、慶応義塾湘南藤沢中等部、高等部を卒業。大学も慶応義塾大学なので、社会人になるまでずっと慶応にいたことがわかりますね。慶応は財力も重要ですが、学年が上がるほど学力も求められます。高等部も大学も偏差値が70程度ありますから、エスカレーター式だとしても進学できたということは、それなりに学力があるということでしょう。また次男は森下の兄弟でただ一大卒であり、会社員を経験しています。長男は高校を自主退学しているので中卒、三男は高卒でそのまま歌手になっています。二人がロック歌手の道に進むと決めたとき、教育に熱を入れていた森さんは落胆したそう。TAKA さんも HIRO さんも、勉強をしてほしいという親の意向には従わなかったのです。ところが次男だけは真面目に学校に行き勉強をこなしていました。きついテレビ局で8年勤務し、2015年26歳で結婚していることからも堅実な人柄が伺われますね。結婚についても男性は良い人から売れていくと言われています。次男を妻が手放さなかったことからも、女性との関係もうまく維持できる性格と言えます。またテレビ東京を退社し3年ほど後に結婚しているので、新しい就職先に慣れてからの結婚と思われます。森下で次男は唯一、一般の人間の感覚を持っている人なのでしょう。